キア自動車は大韓民国第2位の自動車メーカーである。2016年の売上台数は330万台で世界第8位。かつては松田、フォードモーターと密接な関係だったが、1998年の経営破綻を境に現代自動車の参加に入って、以来現代と密接な関係となり、現代キア自動車グループを構成している。 2012年6月の時点で同社の32.8%の株式を現代自動車が所有。生産車種のほとんどが現代自動車の同クラスの車種と主要部品を共有化している。2006年9月1日にベーター・シュライヤーをキア自動車の駆除として昇聘した。シュライヤーは各車種にタイガーノーズグリルとして知られる新しいコーポレートグリルを導入した。 シュライヤーは、私は力強い四角面での信号を、印、識別子を求めた。車の前面には、この認識や、この表現が必要とされる。車は顔を必要とし、私は新しいキアの顔は強力で独特なものだと考える。人目を引くことは不可欠であり、顔は遠くからでさえ直ちに、キアを識別可能であるべきだと述べている。 なお、シュライヤーは2012年12月に、キア自動車社長兼現代自動車グループの最高デザイン責任者に就任した。STCC のオプティマ b DE リオの RX カー2010年に北米 PWC のキネティックモータースポーツを支援し、キアレーシングとして自動車レースへの初のワークス参戦を開始、以降ツーリングカーレースを中心に活動している。 2014年には PWC の GTS クラスと TCA クラスでチャンピオンを獲得した。2016年には技術者集団ストドの協力を得て TCR 規定のシード GTTCR を開発 TCR インターナショナルにも参戦した。s t c c にも2014年からプライベーターがオプティマで参戦 TCR 規定が導入されて以降は シードに車両をスイッチしたが、2017年で活動を休止している。ラリークロスでは、元 WRC ドライバーのジジガリ率いる GGRX がリをベースとした RX スーパーカーを開発し、2017年から散発的に世界ラリークロス選手権に参戦している。2019年12月現在 k 9 0 9 7 9年から、キア産業が生産していた。 フィアット132キア産業最初の乗用車である、キアブリサ、ありがとうございます。